モルスキエオコは、タトラ山脈にある最大かつ4番目の深さを持つ、湖。ポーランドの小ポーランド地方、ミエングショビエツキ山頂群の基盤となる、ハイタトラス山脈のルイビポトクの谷合いにある、タトリ国立公園の奥深くに位置する。モルスキエオコは、その湖面から高さ1000メートルを超える山々に、取り囲まれており、その中でも利水山は、ポーランド内のタトラ山脈の中で、 最も標高が高い。ミエングショビエツキ大山頂のある、ミエングショビエツキ山頂群の付近、やや左に離れて、独特の細長い形状のムニフ不散がそびえている。また湖の周りには、多くのヨーロッパハイマツが生育している。モルスキエオコは、タトラ山脈の湖や池においては珍しく多くの、魚が生息していたことから、ルイビエイエジョロと過去に呼ばれていた。 湖水は深くまで透き通っているため、泳ぐマス、いわゆる、飢キンのマス、を容易に見つけることができる。モルスキエオコという呼び名は、湖とアドリア海イが地下道で繋がっているという、古い伝説に由来する。彼らはモルスキエオコへとやってきた。利水山のほど近く、多くのマスが住むことから、海の瞳と呼ばれる光り輝く、山間いの湖である。 鉱山の湖に魚が住むことは珍しく、基金の間にはそのマスによって、上をしのぐことができたので、人々は、基金のマスと呼んで重宝していた。J. ヴィクター・トーマセック、ザ・タトラ・イーグル P8 ポーランド観光協会の施設は、湖を北から押しとどめる氷体積の上に立っている。施設は、海抜1405メートルに位置し、最も古いタトラシャレーの一つに数えられる。 この建造物は1805年に湖を探索したスタニスワフ・スタシツにちなんで命名されており、リスイサ山やシッピグラソワルートへの登山口となっている。付近にはもともとキャリッジハウスであったスタレ、スローニスコがあり、双方とも歴史的価値のある建造物とみなされている。この湖はタトラ山脈の中で最も人気の高い名称地の一つで、 バカンスシーズンには5万人を超える観光客が訪れる。車両の通れる最寄りの道路からはおよそ徒歩2時間程度。または地元のグラル人住民がその多くを操る馬車も多くの観光客が利用するアクセス方法である。冬には道中のあるタンク間においてだれの危険性があり、そのエリアは夏でも気温が低くたうである。観光人気の高まりにより、 湖での遊泳及びマスの餌やりは禁止されている。モルスキエオコの文献への登場は1575年まで遡る。モルスキエオコの魅力は、バレリー・エリアシュラジコフスキ、レオン・ビチューコフスキ、スタニスワフ・ガウェクなどの画家、ヴィンツェンティ、ポル、アダム・アスヌイク、カジミエ・シュプシェルバテとまイえる、フランチシェク・ノビツキ、ヤン・カスプロビチなどの詩人。 また作曲家のジグムントのスコフスキなど多くのアーティストたちにインスピレーションを与えてきた。また、ミュージシャンのセブザリー・ザによる2015年制作のショートフィルムザ・フォーミュラの撮影地の一つである。ありがとうございます。